ガンバの冒険は1975年4月7日から同年9月29日まで日本テレビ系で全26話が放送された東京ムービー制作のアニメ作品。この項目ではこのアニメ派生の劇場版についても取り扱う。斉藤厚夫の児童小説、冒険者たちガンバと15匹の仲間が原作。原作ではガンバと行動を共にするのは15匹であるが、 アニメでは大幅に減らされている。その分、原作での複数の役柄がまとめられている。当初は、投影動画で制作される予定で、原作者の斎藤、東映、シナリオライターに内定していた、辻真っ先で顔合わせも済ましていたものの、直前になって、出版社が映像家権を斉藤に、無断で、東京ムービーに売却していたことが判明したため、急遽中止になったという。 当時東京ムービーでプロデューサーを務めた楠す三吉郎によると本作は楠すの老いである楠す匠が冒険者たちをこれすごく面白いからテレビでやってよと勧めたことがきっかけであるという原作を読んだ楠すはドブネズミが主人公という点を気に入りドブネズミの視線から人間を描くと面白くなると感じてアニメ化を立案したが15匹ではアニメには 多すぎると考えて、半分にしたと述べている。また、漫画原作ではない作品を、テレビ局に紹介するのに、普通の企画書では伝わりにくいと考え、最初にメインスタッフとして集めた、井出崎光、椛島義夫、柴山つとむに、26コマあるすごろくを作れと命じて、そのような企画書を作成したという、港で開かれているネズミたちのパーティー、そこに、 傷だらけの小ネズミ、チュータが転がり込んでくる。残忍な暴力と恐怖で故郷の島を支配している巨大な白いたちの呪いを倒す力を貸してほしいという、チュータにネズミたちは冷たい。しかし、ガンバをはじめとする勇敢な7匹の仲間が集まり、冒険の海へと船出する。第15話で男がつけている日記に昭和50年7月14日の日付。 ソテツの花が咲くのが6から8月なので本放送と同じ1975年の春夏の物語と考えられる。原作ではガンバと15匹の仲間であるがアニメでは数を減らしてガンバ込みで7匹になった。そのため原作での複数匹の役を各自がこなしている場面がある。また原作のバレット、バス、テノールにあたるネズミはいない。 レギュラーである7匹のネズミ以外は、テレビ版では、役名も声優名もクレジットされず、劇場版のエンディングに一部が表記されているのみ。本校の記述は、メイキング・オブ・ガンバの冒険に従ったものである。シングルは CBS ソニーから発売された。2019年7月3日から、YouTube のトムスアニメ55周年公式チャンネルより、第1から3話が配信されている。 d アニメストアでは全話を有料配信している。なお制作クレジットを、制作、著作トムスエンタテインメントに差し替えた関係で、OPED の本とや画質が一部不自然になっている。総集編として、1984年3月4日に、共同映画系で公開された。テレビシリーズとは設定の一部が若干変更され、 音声も当時の声優陣による新規溢れ子となっておりセリフも一部改変されている。スタッフ1991年7月20日公開。概要監督以下、スタッフを一新して制作された劇場版第2作目。斉藤敦夫の同盟への原作を元にしているが、原作のアニメ化ではなく、テレビ版及び前作の劇場版、冒険者たちガンバと7匹の仲間の事実上の 続編として制作されたため、一部の主要キャラクターが原作と異なっている。メインキャラクターたちの声優は TV 版及び前作の劇場版と同じ。中太は前作で呪い島に残ったため、本作には登場しない。前作が海を舞台にしていたのに対し、本作は舞台を山に移している。本作にはガンバの冒険のスタッフは参加していないが、 前作へのオマージュ的な演出が数多く見られる。他にも、前作で強大な敵となったイタチの群れを、本作の敵である野犬が、ズタズタに引き裂く場面を見せ、イタチより強い野犬のイメージを確立させるなど、前作を踏襲した演出が数多く見られる。本作の敵役である、野犬グループのリーダー、ブラックは、前作の宿敵のロインは全身を白に統一されていた。 ことを意識して、白とタイになる黒に統一されており、名前もそのまま、ブラックと名付けられた。また、ブラックを演じる、大塚明夫は、呪いを演じた、大塚地下夫の実子であることから、親子二代にわたって、ガンバの敵を演じることになった。原作のテーマは人間による、自然破壊と生態系への影響であるが、アニメ版もそれに沿って演出されている。冒険の合間にも、 数多くの問題提起のシーンが描かれ、エンディングの直前のシーンにも、カワウソ問題についての意見が挿入されている。弱っているカワウソ親子の弟の科目を背負って、解放した謎の影の正体は、遠行という、カッパの一種である。ストーリー主人が、本格的に医者を始めたという話を聞き、港町を訪れたガンバとボーボは、猫に追われ、逃げ込んだドブ川で段ボールに入って、 旅を続けていたイカ様と再会する。その頃、良い所と学者は、松竹狩りをするために、山へ行くはずが、乗るバスを間違えて海へと来てしまっていた。その途中、詩人を見かけ、詩人の病院へとたどり着く。そこで、ガンバたちと再会し、喜んでいるところへ詩人が戻ってきた。久しぶりに、仲間が揃った。詩人は皆に頼みたいことがあるという。 先祖のお墓がある南の島へはたった切り返ってこない、詩人の婚約者の渚を一緒に探してほしいというのだ。再びガンバたちは南の島へと旅立っていく。ゲストキャラクタースタッフ主題歌シンプルキャラクター2000シリーズボリューム16ガンバの冒険ザパズルアクションのタイトルで2003年4月3日に発売された。パズルゲームにアクションの要素を加えた。 パズルアクション。三つのステージによるワールドが八つ、計24のステージで構成され、各ワールドをクリアすることで、アニメ版のストーリーを追体験する形式。一度クリアすると、難易度の高いチャレンジが遊べるようになる。七匹のネズミはそれぞれ能力値が異なるほか、固有の特殊技を持っている。各ワールドで一匹あたり一回ずつ使用可能。BGM は、 新規に用意されたものだが、テーマ曲はガンバの歌をほぼ原曲通りに演奏したものが使用されている。トラマが第2号と第3号に掲載されたコミック版。基本設定は、原作小説に順次、作画も鉛筆のタッチをそのまま残した描法を採用するなど、原作の差し絵のイメージを活かしているが、アニメ版の著作権元である。 トムスエンタテインメントも原作者として名を連ねており、キャラクターデザインはアニメ版を踏襲。アニメ版未登場のキャラクターは、椛島よしおが新たにデザインした。ストーリーは原作に準じつつ、ガンバの性格はアニメ版に近いなど、原作とアニメをミックスした第三のガンバとして発表された。また、連載開始にあたって2回連続で特集記事が組まれている。 しかし、トラマガの配管によって2回のみで中断され、2016年現在、再開の予定は発表されていない。1981年7月21日公開。原作の続編、クリックの冒険のアニメ化作品。ガンバと仲間たちも登場するが、制作会社が異なるため東京ムービーが、著作権を有するデザインを使用できず、全く違うデザインに変更された。 また、声優も変えられている。原作は三部作の第二部と位置づけられているが、アニメ版は上記の事情により、シリーズから除外されている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます冒険者たちガンバと7匹の仲間に関するカテゴリー、ガンバとカワウソの冒険に関するカテゴリー。ありがとうございます。